ニムダ・シュート走行車は、イスラエルで開発、試作された、双輪走行車である。ニムダ・シュート走行車は、アジザリット不評突撃輸送車の開発で知られる、イスラエルのニムダ車によって開発された、六輪駆動、オープントップの双輪走行車である。イスラエル国防軍による評価試験を受け、試作車が生産されたが、量産には至らなかった。ニムダ・シュートのデザインは、 ソビエト連邦製の双輪装甲車である4輪の BTR-40 及び6輪の BTR-152 に強い類似性を感じさせるものとなっている。BTR-40、BTR-152 はシリア軍やエジプト軍などイスラエルの周辺のアラブ諸国で運用されており、イスラエル軍でも露飼して使用していた。ニムダシュートは ちょうど BTR-40 を6輪化したようなデザインになっている。つまり各部分のデザインは BTR-40 に類似し、全体のシルエットは BTR-152 のそれに類似している。ニムダシュートは8から 14mm の走行で防御されている。車体上には1定の M20 機関銃及び4定の 7.62mm 機関銃。 M1919 もしくは FN マグを装備し、兵員の輸送だけでなく、接近戦に対応できるようになっている。ニムダ・シュートの試作者は、2015年現在も、イスラエルのラトルン戦車博物館に展示されている。ありがとうございます。